小花は中華人民共和国の軍人、中国人民解放軍の上昇、朝鮮組歌の作者として知られる、貧しい労働者の家庭に生まれる。1928年、中国共産主義青年団に加入。1930年、中国高能高軍に参加し、同年、中国共産党に入党した。 土地革命戦争以後、共生団広告権委員会初期、クレナイオン軍軍事委員会青年委員、連、衛生寺員、第十四、第三十段政治委員、クレナイ一軍団政治部青年部部長、公軍総政治部青年部部長、商協国際市政治委員、クレナイ一軍団政治部組織部部長、戦艦師体第一代々政治委員、クレナイ一軍団、第二次政治委員を歴任し、 調整に参加した。日中戦争時、八祖寺軍第115市政治部、副主任、第343旅政治委員八祖寺、軍統振興日低新渋隊司令員兼政治、委員、老政軍区政治委員第115市政治部主任金山東軍区、政治部主任を務める。国境内戦時は、両党軍区司令委員兼政治委員中京両党省委員会初期、 南万軍区副司令員兼副政治委員、東北野戦軍第一兵団政治委員、第四野戦軍特殊兵司令員、中華人民共和国建国後、中国人民解放軍空軍政治委員、総政治部副主任、総幹部部副部長、部長、中国人民解放軍総政治部主任、中国共産党中央軍事委員会副秘書長、軍事科学院、第二政治委員、 乱州軍区第一政治委員を歴任。1955年、上昇の階級を授与。第三回国防委員会委員、中国人民政治協商会議第六回全国委員会、副主席、中国共産党、第8回、第11回、第12回中央委員。1985年8月12日、死去。皇軍を称えた、朝鮮組歌の作者。 ありがとうございます。